リトアニア政府は中国製スマートフォンに搭載されている情報検閲機能について警告を発した後、EU の他の国々から注目を集めましたドイツの連邦情報セキュリティ局はこのほどシャオミなどの中国製携帯電話にセキュリティ上の欠陥があるとの疑惑について関連調査を開始したことを確認しました ドイツのテレコムとネットワークセキュリティを担当する BSI はこのほどリトアニアの国防省傘下にある国家サイバーセキュリティセンターからファーウェイの P45G モデル、シャオミの GT5G モデル、ワンプラスのワンプラス 8T5G といった中国製スマートフォンの3モデルの分析報告および中国製スマホを買わないよう勧告を受けたといいます。 分析によると、ファーウェイやシャオミなど、前述の中国ブランドが、欧州で販売している携帯電話は、フリーチベット、台湾独立万歳、民主化運動などのキーワードを認識し、関連するコンテンツをブロックすることができるといいます。同報道によると、ドイツ内務省参加の BSI も、リトアニア政府からのセキュリティ警告を受けて、調査を開始したとのことです。 BSI のスポークスマンは、政府機関が公式に購入する携帯電話のリストには、中国企業の製品は含まれていないが、一部の公務員が個人で購入した携帯電話を公務に使用する可能性は否定できないと述べました。ドイツの与党であるキリスト教民主同盟と社会民主党は、共に BSI に調査するよう求めています。 フフィンランドの情報セキュリティ企業、エフセキュア・ジャーマニーのセキュリティ専門家であるリュディガート・ロスト氏は、ヨーロッパ諸国はリトアニア政府の警告を真剣に受け止めるべきだと述べました。中国が国産のスマートフォンのデータを直接操作できる能力を持っている可能性は非常に高いと思う。中国政府が技術的な手段を使って情報検閲を行うことに疑いの余地はない。 ニュージーランド政府通信保安局はこのほど、中国製の携帯電話がユーザーの国際的な報道や評論のコンテンツを監視、検閲していることに気づいていると発表しました。GCSB は、ニュージーランドの国営ラジオ局、ラジオニュージーランドに送る声明の中で、国家機関が使用できる端末を具体的に説明していませんが、リスク評価を行うよう求めていると述べました。 世界最大級の携帯電話メーカーであるシャオミは、競合他社よりも安い価格で携帯電話を販売しており、今年7月にはアップルを抜いてサムスンに次ぐ世界第2位の携帯電話販売会社となっています。シャオミの携帯電話は現在、 欧州市場で比較的主導的な地位を占めており、第2四半期の売上高は前年同期比で67%増となり、欧州で最も販売台数の多い中国の携帯電話会社となっています。